一つの人生が終わればもう一つの人生が始まる。文壇にようこそ。本日お作りいたします映画カクテルはこちらの作品です。アバター。タイタニックをヒットさせた後、監督ジェームズ・キャメロンが自ら開発に携わった 3D 技術や映像テクノロジーを結集させた2009年の SF アクション超大作です。監督脚本はジェームズ・キャメロン、そして出演がサム・ワーシントンにゾイ・サルダナ、シガニー・ウィーバーにスティーブン・ラングです。タイタニックで自らが樹立させた映画の歴代興行収入の記録をさらに塗り替え、今現在に至っても世界で最もヒットした映画としてランキングの1位に堂々と君臨しています。そして第82回アカデミー賞においても撮影賞、美術賞、そして視覚効果賞の3部門受賞を果たしています。本日13年ぶり新作となる続編アバター・ウェイ・オブ・ウォーターが公開されたわけですけども、それの鑑賞の前にぜひ見ていただきたいアバターの一作目を今日はご紹介いたします。それではカクテルを作りいたします。本日使います材料はこちらです。白ワイン、ルクサルド・マラスキーノ、ブルーキュラソー、そしてレモンです。それではカクテルを作り出します。お待たせいたしました、アバターでございます。このアバターというカクテルですけども、ナビーのように青い色合いに仕上げている一杯で、そして魂の木をイメージしてピンク色に発光させている見た目にも美しい一杯です。それでは少し飲んでみますね。白ワインとこう柑橘がすごい爽やかでめちゃくちゃ美味しいですね。で甘すぎないのと、でアルコール度数もそんなに強くないのでこうスイスイいけちゃいます。地球の熱帯雨林のジャングルを思わせる巨大な衛星パンドラ、先住民族のナビーたちが暮らしているこの惑星にはアンオブタニウムという希少な鉱物が眠っていて、これは地球におけるエネルギー問題を一気に解決してくれると期待されていました。そこでそれらの鉱物を採掘するために地球から RDA 社という会社がやってくるんですね。この RDA 社が早速そのナビーたちと交渉をスタートさせます。ですがどんな好条件を提示しても興味を示さず、話が一向にまとまりません。そこで RDA 社はナビーと地球人の DNA を掛け合わせた生命体を作って、それを神経回路や意識でつなぎ合わせて操作するというアバター計画をスタートさせます。そんなパンドラにやってきたのが元海兵隊員のジェイク。彼はこのアバター計画の中心人物として派遣される予定だったんだけども、急死してしまった兄の代役として派遣されてきます。優秀な兄と違い、生粋の軍人であるジェイクはアバター計画になど全く興味がなくて、
戦争で負傷してしまい下半身が不随になってしまった自分の体を治療するための治療費を稼ぎに来たという意識しかなかったんですね。なので上官であるマイルズ大佐の交渉がうまくまとまらないようなら武力で制圧するという考えに付き従っていきます。しかしアバター計画の責任者で、なんとかナビーと友好的な関係を築こうとするグレイス博士らと共にパンドラを散策していき、数あるナビーの部族の一つであるオマティカヤ族の族長の娘ネイティリと出会います。そしてナビーたちと一時的に暮らし、彼らの生活を学んでいくうちに武力で制圧し侵略しようとする会社や軍のやり方に疑問を持ち始めます。タイタニックの時と同じようにジェームズ・キャメロン監督のこだわりがもうこれでもかと詰め込まれたこのアバター。今まで誰も成し得なかった革新的な映像作品を作り上げるべく、自らも開発に乗り出した独自のリアリティカメラシステムを導入します。でこのカメラのおかげで 3D 特有のこう奥行きが生まれて、そしてそのパンドラの自然とともに美しい映像体験をさせてもらうことができます。このアバターの大成功により、各映画会社がこぞってこの 3D 映画に注目して公開に乗り出していきます。これはもうお家のテレビでは絶対に体験することができません。こう見るのではない、そこにいるのだというキャッチコピーも納得の大迫力です。そして、メカ好きのジェームズ・キャメロン監督らしく、宇宙船やヘリコプター、そして戦闘用ロボットや兵器に至るまで中二心をこちょ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 、くすぐってきます。パンドラに生息している動物たちも多種多様なものが登場し、最初はジェイクたちを襲ってくる脅威だったのに対し、映画の終盤、全面戦争の場面ではその祈りに応えて共に戦ってくれる強力な味方になってくれます。そして独自の言語を話すナビーの言葉も、南カリフォルニア大学で言語学者をしているポール・フロマー博士とキャメロン監督が自分たちで作り出して、いろんな言葉を参考にして約1000語にも上る言葉を紡ぎ出しています。3時間近い映画の尺の中でいろんなテーマやメッセージが込められているこの作品。それは例えば帝国主義への継承であったり、文化や文明の摩擦による衝突、さらには環境問題であったり、この作品は劣気とした娯楽映画ではあるんですけども、そういったテーマを映画を楽しみながら考えさせてもらえるというよくできた作品です。またパンドラの生態系については宮崎駿監督のもののけ姫にだいぶ影響を受けているんだそうで、これはキャメロン監督自身ももののけ姫のオマージュを捧げているということを明言されています。確かに見てみたらもののけ姫感をすごく感じます。そしてもう一つ、自分の人格を全く別の存在に転移させてそれを遠隔操作するというポイントも押井守監督の広角機動隊の影響を受けているんだそうです。この点も監督がコメントを発表されてたりするんですけども、この2点は日本人としてもとても嬉しい演出ですね。今世界が直面しているさまざまな問題の縮図みたいな作品なんですね、この映画。アクションがすげーとか映像が綺麗にとどまらない素晴らしい作品だと思います。間違いなく今年の年末年始の注目度ナンバーワンの作品になるであろうこのアバターウェイオブウォーターの鑑賞前にぜひ体験していただきたい作品です。最後までご視聴くださりありがとうございます。チャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それでは今日も素敵な映画と一杯を。